私は今大学4年生ですが、気候変動ってかなりやばいと思いながら日々生活しています。こちらのデータをご覧ください。現在産業革命時と比べて約 1.1 度気温が上昇したと言われています。今後さらに気温が上昇すると大規模な自然災害が次々と起こってしまうと予測されています。ただこういう話って皆さんどこかで聞いたことがあったのではないですか。学生であれば教科書で習ったり、最近はニュースで30年に一度の豪雨ですと取り上げられたりします。そして最近では企業も持続可能な社会に向けた取り組みを始めていたりしますよね。こういう環境問題に関する議論になると最後はみんなで意識を変えようというと思うんです。確かに大事ですよね。環境問題解決のためにアクションを増やす、そこに気持ちを高める必要がある。ただこういう意識を変えようという言葉でどれだけの人が変わってきたでしょうか。本当に全国民全人類の意識を高めることはできるのでしょうか。そして意識を高めることは本当にアクションにつながっていくのでしょうか。皆さん、学校の宿題を思い出してみてください。宿題が出されてすぐに取り組める人もいれば、締め切りを守ろうと思ってもなかなかできない人、締め切りに迫られてる人、そして途中で終わってしまう人、そんな人いましたよね。私はこの状況は環境問題を目の前にした私たちの現状と似ていると思うんです。ここで言う宿題と環境問題、どちらも動いている人は本当に意識の高い人なんでしょうか。これをやりたいと強く思えば意識しなくとも動けるのではないでしょうか。こんなデータがあります。あなたにとって気候変動対策はどのようなものですかという質問に対して、我慢を強いるものと答えた人は日本人では約 60%、 世界平均では約 25%。 日本人の半数以下しか我慢だとは思っていません。さらに、あなたにとって気候変動対策は生活の質を高めるものですかという質問に対しては、日本人の約 17% は生活の質を高めるものと回答しています。世界では約 66% の人が生活を高めると思っています。つまり日本人にとって気候変動対策を取り組むことには抵抗感が強いのかもしれません。なので私は今目の前に座っているあなたの環境意識を高めたいというふうには思っていません。ただ危機的な環境問題解決のためにはアクションを増やす必要があるんです。ではどのようにしたらよいのか。私がアクションを増やすために大切だと思っていることが2つあります。1つ目は、環境分野で常識にとらわれず変革を起こす人を増やすことです。私もそのような人でありたいと活動しているうちの一人です。このように思うきっかけとなったのはこちらの動画の中にあります。これは私が実際に撮影したフィリピンのゴミ山の映像です。リゾートホテルの川を挟んだ向こう側にあります。綺麗な空と対比するように見たことのあるプラスチックゴミが一面に広がっていました。私はこの景色を見たとき、すごく衝撃を受けました。映像の中の彼女にとってこのゴミ山は通学路であり遊び場なんです。しかしこの問題は遠い国の知らない誰かの問題でしょうか。実は
日本は世界で2番目に多くのプラスチックごみを排出している国だと言われています。総量ではなく一人一人の廃棄量が世界で2位なんです。私はこの時自分自身もこのゴミ山を作ってしまっている一人だということに気がつきました。確かに日本ではリサイクルもされていますが、東南アジアにも輸出しているんです。私はこの現状を変えたい、そう強く思い、日本に帰国後環境団体を立ち上げたり、日々の生活を見直したりしてきました。このゴミ問題に取り組むことは温室効果ガスの削減にもつながります。私は気候変動による危機で幸せが脅かされない社会を本気で作りたいと思っています。そのためにアクションを起こすことがポジティブに捉えられるような仕組みを作ることで、より多くの人に受け入れられてもらえ、結果的には大きな変革につながると考えました。そこで常識にとらわれず変革を起こす仕組みを作る人を増やしていきたいんです。アクションを増やすために大切だと思っていること2つ目は、この仲間と共に作った仕組みを多くの人と巻き込むことができた事例を増やすことです。これはスティーブ・ジョブズやエジソンなど選ばれた偉人だけができることではありません。一人一人の家庭でできることです。私は身をもって実感しました。ここで巻き込み事例を増やすために必要なことは、きっかけと継続できる楽しさです。我が家で起きた事例をとともに紹介させていただきます。私はある日、母に内緒で土を買いました。コロナの自粛期間中、生ゴミの削減を目標に、生ゴミを土に返し堆肥化するコンポストをやりたかったからです。ただ私の母は土のついた靴で玄関に上がることさえも許されないほど大の綺麗好きです。なので内緒で30リットルの土を買いました。母にコンポストについていろいろ説明をしましたが、臭そう、虫が出そう、なんかまた変なもの買ってきたなと最初は煙たがられていました。しかしコンポストを始めていくと、あらゆる変化が起きたのです。まず土と微生物と暮らすこの新しい生活に癒されていったのです。前の日に生ゴミを投入し、朝起きてかき混ぜると、生ゴミの形を変え、ぬくもりを帯びている姿に、母は明らかにテンションが上がっているようでした。そして、朝ごはんを食べているときには、これを入れたらコンポストが喜びそう。昨日の残り油もコンポストに入れてみない?と、コンポストトークさえも繰り広げるようになりました。もちろん、母に生ゴミが与える環境負荷についてやゴミの削減について高い関心や知識があったわけではありません。シンプルにコンポストが面白かったのです。土を強引に買うというきっかけと、微生物がみるみる分解し形を変えていく楽しさ、これが我が家の生ゴミの削減につながりました。面白い、楽しいと思えることから始めることで家族を巻き込めたのだと思います。私はこのように意識しないでアクションを起こすことができる事例をたくさん増やしていくことが大切だと思います。最後に皆さんに質問があります。皆さんはどんなアクションがしてみたいですか？我慢を強いられて無理にやる宿題ではなく、楽しみながらやっていたらいつの間にか終わっていた宿題をしてみませんか？無理せず続けることによって、それは宿題から日常に変わっているはずです。今では母のものと化したコンポストのように、日常の中で取り組めることはもうすでにあります。
ぜひ身の回りのものを探してみて始めてみてください。ありがとうございました。